皆さんこんにちは。国内女子ゴルフツアー富士通レディース最終日を迎えた13日、昨年まで2年連続年間女王の山下美夢有さんが国内ツアー今季31戦目にしてようやく今季初優勝を飾りました。そこで今回はこのツアーについてや、優勝した山下美夢有さんの過去の違反、選手同士の不仲説や嫌われ者と言われている理由、実家がお金持ちだと言われている件について調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。国内女子ゴルフツアー富士通レディース最終日、山下美夢有さんはプレーオフの末古江彩佳さんに勝利しました。実は山下美夢有さんは前週は39度の発熱など風邪の諸症状が出て棄権していました。今大会開幕前日の10日のプロアマ戦後はまだ鼻声で取材に応じるなど影響を覗かせていましたが、無事に復調しました。これで今季の国内ツアーは出場19戦で14度目のトップ10入りとなりました。うち7度が2位とわずかに逃し続けた優勝をついに手にしました。今季は優勝こそありませんでしたが、前週の棄権を除くと全て予選を通過していました。メジャーの全米女子プロ選手権でも2位となるなど、随所で年間順位を争うメルセデスランキングのポイントを積み上げ続けてきました。メルセデスランキングは今季7勝の武田莉央さんに次ぐ2位、年間女王争いでも逆転の可能性をつなぎました。過去に樋口久子さんと阿玉さん、不動優里さんの3人しかいない3年連続の年間賞金女王へ遅まきながらエンジンがかかってきました。優勝インタビューでは、最高です、本当になかなか勝てずだったので、この優勝は本当に意味のある一勝だなと思うと涙を拭いました。古江彩佳さんは日本人最多に並ぶ同一大会4勝目はお預けとなりました。日本プロデビュー戦だった馬場咲希さんは1打差4位から73とスコアを落とし、通算8アンダーの14位で終えました。そんな山下美夢有さんですが、ルール違反疑惑がかけられた経験があり話題になっています。山下美夢有さんはマークの付け方に問題があるとルール違反の疑惑がかけられました。ルール違反の疑惑がかけられたのは2023年11月に開催された JLPA ツアー選手権リコーカップでのことです。一般的にはボールをマークする際はカップとボールを結んだ直線上のボール後方に目印、コインやボールマーカーを置きます。しかし山下美夢有さんはボールの後方ではなく左側にマークを行ったと噂されています。ボールの左側にマークを置くことによりボールがあった位置をごまかし、できるだけ自分に有利な場所からプレーを再開しているのではないか、御所からプレーをしていると疑惑がかけられました。これに対し日本ゴルフ協会のスタッフはグリーン上で山下のマークが問題になったことについては聞いていますが、具体的な試合内容については分かりません、現在はルーリングでは問題になっていませんと発言していることから、山下美夢有さんのマーク疑惑はあくまで疑惑の範囲内のことで、ルール違反をしているとまでは断定できることではないと言えます。これについてネット上では、山下美夢有さんのグリーンでのマーカーの置き方についていろいろと問題視されてる、カップとボールを結ぶ直線上にマーカーを置くのがルールですが直線上に置かないと批判があるようですね、2年連続賞金王になっているが批判が本当であれば問題ですね、ルール違反しても勝ちたいかね、これは残念だな、ゴルフでは特に不正と思われる行動してること自体良くない、なんともいやらしいタイミングで出すのがらしいけど、フックラインを浅くして打ちやすくしてたってことといった声が上がっていました。山下美夢有さんが不正をしていると信じている人、不正はしていないと思うが、もし不正をしているのであれば悲しいといった内容のツイートが多いようでした。ただ山下美夢有さんのマーク疑惑についてのツイート数はあまり多くありませんでした。このことから山下美夢有さんが不正をしていると考えている人は全体的に見るとあまり多くないと考えられます。
山下美夢有さんのマーク疑惑、御所からのプレー疑惑は山下美夢有さんのマークの仕方が関係していると考えられます。通常ゴルフでマークをつける際はボールから5センチメートル以上離れた場所に目印、コインやボールマーカーを置かない、マークをつけずにボールを拾い上げない、目印、コインやボールマーカーはボールの後方に置く、というようなルールやマナーが存在しています。しかし山下美夢有さんは2023年11月の JLPA ツアー選手権リコーカップでボールの左にマークを行ったと言われています。山下美夢有さんはこのようなマークの仕方から実際にルール違反を疑われるからやめた方が良いとベテランプロ選手から忠告を受けた経験もあるそうです。女子だけでなく男子プロの間にまで広まっているということはよほどのことでないと起こらないので、もしかしたら山下美夢有さんが気をつけた方が良い部分もあるのかもしれません。正しくゴルフでマークをつける際は基本的に以下のような順序で行います。1カップとボールを結んだ直線上のボール後方に目印、コインやボールマーカーを置く。2ボールを拾い上げる。3プレー再開時、コインやボールマーカーの前にボールを置く。1の例外として自分の目印、コインやボールマーカーが他の競技者のボールとカップの直線上に存在し邪魔になる場合は左右に動かすことがあります。順序としては他の競技者に目印を動かすかを確認する、動かすことになったら目標物を設定する、目標物に向かってマーカーをパターヘッド一つ分目標物方向に移動させる、になっています。この騒動を機に山下美夢有さんは他の女子選手からあまりよく思われておらず、一部には嫌われているといいます。確かにみんなが正々堂々と勝負をしている中、一人だけズルをしていて、しかもそれが大きく取り沙汰されていないとなれば他の選手から不満が募るのは当然でしょう。ゴルフは審判が目の前で指示を出したり判定を下さないため、紳士のスポーツやマナーのスポーツと言われています。山下美夢有さんの疑惑の真偽についてはわからないところですが、プロだけでなくアマチュアを含めた全てのゴルフプレイヤーに身に覚えがあったり無関係とは言えない問題なのかもしれません。最後に山下美夢有さんの家族や実家がお金持ちだという噂についてご紹介します。山下美夢有さんの父親の名前は勝臣さんです。勝臣さんは会社経営者です。インタビューに応じた時の肩書きは自営業と記載されており、ご自身の職種について自ら公表されていません。しかしネット上ではリフォーム会社の社長と噂されています。確認すると確かに代表取締役に山下勝臣さん、関連会社の社長に妻である山下由紀さんの氏名が表記されている会社が出てきます。ご夫婦で少なくとも2社経営されていることから裕福なご家庭であることがうかがえます。山下美夢有さんは幼少期にフィギュアスケートとクラシックバレエも習っています。どちらもお金のかかる習い事ですし、お子さんをプロゴルファーに育てたことや、山下美夢有さんのインスタグラムにちらっと映る自宅がかなり素敵なことからも実家はお金持ちと言って良さそうです。いかがだったでしょうか。今回は山下美夢有さんの優勝や過去の違反、それゆえに他の選手から嫌われている件などについてまとめてみました。実力のある選手ということは確かなので、今後の活躍にも期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。